どうもタブヤンです。ファミコンワーズ DS 最後の戦い激戦の果てに続きやっていきたいと思います。メイン画面はビリー将軍、そしてサブ画面山本先生にお任せしております。山本先生のバズーカ兵部隊に任せております。さあ行きましょう。結構歩兵が近づいてきたな。これはまずいですよ。さあ占領が間に合うか。ギリギリ間に合いそうだね。防衛も考えないといけないからね。南に送り込むばっかりしてる場合じゃなくなってきたよ。さあこれ倒してしまいたいね。この上から攻撃、よし勝てそうだ。そしてバズカ兵乗せてこっちは戻る。どうしようかな、これ微妙だね。こっち行こうか。あ、微妙な位置乗せられない。南に進む、ちょっと効率が悪い。これねどうしよっかな。下ろす？下ろすか。下ろして戻ってみたいな感じ繰り返した方がいいよね。さあそろそろロケット砲作るか。くれない。お金が足りない。そうだね。じゃあ防衛にちょっとバズーカ兵作るか。いや我慢しよう。こっちバズーカ兵作って、あくまで南に送り込むバズーカ兵ね作って、ここはちょっと歩兵作っとこうかな。あとね、まあ輸送ヘリの補給燃料は大丈夫だね。輸送ヘリ2台でいいか。ちょっと少ない輸送ヘリ少ないか。いやでもいいでしょう、2台体制、2台体制でいいだろう。はい終了。さあ迫り来る敵、どんどん占領する。24日縛りがちょっとやばいな。これ返り討ち。よし歩兵のうち1体倒しました。残り3体。なあ輸送車作った、何、そして偵察車も作った。さあ山本先生お金が2万あるよ。何作るかが問題だね。山本先生護衛船作ったのか最初あ、いいとこミサイル落とした、ナイス。さあ何作るか。山本先生なんか船作りそうだよね。ん、何作る。対空戦車作った。ほうほうほう。でも敵の数も結構減ってきた。あ、あまたスペシャルブレイクか。かなりのダメージを受ける。船も落とされる。頑張れ。うわ本拠地まで、本拠地占領されるなよ。おい大丈夫か。歩兵が近くにいるのが気になるけど大丈夫かな。山本先生さあ敵の歩兵が近づいてきたけど、なんとか占領は間に合いましたね。ここはね是が非でも防衛ですね。防衛しつつの、あどうしようかな。これどっちも工場だから、これも選手攻撃ですね。選手防衛、
防衛しといて、さあ2万1000ついにお金が。これ占領するけど、まず攻撃を重視ですね。これ頑張って急いで戻れ。この繰り返しでいけるんだよね。これルーチンワークはまってきましたよそしてここはこんな感じで乗せて、であれ、ここでなんで歩兵作ったんだ。あ、そうか、まあまあこうしといて、あ、送るっていうのあんの。一応送っとこうかな。いや、いけるでしょ、そんな送らなくても。信じてるぜ山本先生。バズーカ兵作らなくていいか、このターンは。どうしよっかな、ここでロケット兵作る、ロケット砲作ろうか。ほい、作りました。そして歩兵作る。これでいいでしょう。終了。ヘルボルトは、まあ、ブレイクまだしないからね。それはまあ、大丈夫でしょう、まだまだ。やばいな。東側の空港取られるのまずいね、シルエット音。なかなか厄介なマップだな、これ。返り討ち、あ、輸送車降りてきた。山本先生、本拠地防衛しろよ。どんどん行け。お、対空、ナイス、対空戦車。よし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 。なんとか防衛はしてる。あれ、山本先生、なんか作らなかったのか。対空戦車作ったのか、お金貯めたのか。ちょっと押され気味だな。あの港を取られるの、まず、あー、港取られた。何してるのこれは長いことかかりそうだ。山本先生には任せてられないね、これ。参ったな。さあ、どんどん行こう。下ろしてはどうしよっかな、これ。東の端行こうかな。いや、まあ下ろそう、とりあえず下ろして、また行って戻ってみたいな感じで。さあ、敵が押し寄せてきてます。ヘルリウム撃ちまくりましょうか、ずっとね。あ、でも工場の上だから、まあまあまあ、今は全然工場の上でもね。さあ、近くのやつらを攻撃。まだ歩兵しか来ないからね。占領優先。撃破。攻撃。これも攻撃。合流。さらに攻撃。OK。さあ、これぐらいで。さらにロケット砲を作りたいけど作れない。ここどうしようかな。攻撃しようか、攻撃。そして合流。これもうちょっと南に送り込んだ方がいいな。今更ですけど、輸送ヘリ増やしましょう。2つ増やそう。もう送りまくり作戦、バズーカ兵戦略がちょっとブレてるけど、ヘルボルト結構溜まってきたな、ゲージが。ヘルリウム倒したらもっとゲージ溜まるんだろうな。攻撃してきた、返り討ちじゃ。よし、残りの歩兵あと2体。山本先生、あ、スペシャルブレイク溜まった。
来たー、2回目のサムライダイブ。さあこれで戦力アップ、一気にいっちゃってください。先生よし、いいぞ。どうなってる何がどうなってる。あ、戦闘ヘリ作った、それはいいね。先生はやっぱ戦闘ヘリどんどん作っていこうぜ。そしてやり返されるのか、激しい戦いだな。ああ、ああ、戦艦残ってるのがちょっとね。あ、ビリーもブレイク溜まった。関節攻撃の射程が1増える。まあ特に溜めておこうかな。ここはちょっともう一回乗せて司令塔取りに行こう。こっちもね、さらに奥まで行って、ここだ、これも乗せて。これあんま近づきすぎると大丈夫、やばいのかな。まあ大丈夫でしょう。さらに乗せて南に行く。どうしようこれ、こうか。ヘリが全然足りない。いい勉強になったわ。さあ占領しました。どうしよう。とりあえず山本先生が終わってくれないとね、どうしようもないからな。まあ、それまでちょっと戦力を貯めておきましょう。ピョグリーム撃て。これ以上先に進軍してもね、意味ないしね。攻撃、こいつら倒すっていうよりも、むしろ南を早く取らないとガチが上がんねこれ。ロケット砲作ろう。ロケット砲最強部隊を作って待っておこう。わあ、挟まれた。マジか、キーポイント。ヘルボルト強いのは、あ、対空戦車、嘘、ダメじゃん。何してんの、そのとこにいたのか、対空戦車見てなかった。さあこいつ邪魔だね、ヘルリウムまずいな。さあ急いであそこ救出に行かないと、下ろさずに待機、そして戻る。バズカヘッ作る。これ参ったな、これこっちか、多勢に無勢だ。ロケット砲撃てー。ビリーのお箱ロケット砲。そしてどうしようかな、こっちに移動しようかな。みんな回復するぞ。と言いつつロケット砲を守る形を作らないとね。これみんなちょっと壁を作ってロケット砲を守るんだ。
歩兵作るんだ。さて残り15日となりました。いやいやいや、山本先生ちょっと頼りないなちょっともう自分で動かしましょうかね、山本先生の。これマニュアルってないのかな。あ、ないんだ。そっか、任せるしかないんだね。オッケー、さあ行きましょう。占領しました、やっと司令塔。そして町をどんどん占領していく。残り15日、これ間に合いそうにないな。ここのね敵なんとか追いつきました。さあ攻撃、結構強い。合流、やっぱ最初の始動が悪かったね、スタートがね。うん、あの輸送ヘリ2台体制はあまりに少なすぎたね確かに少なすぎた。燃料もちょっと足りなくなってきたけど、まだもう一回いけるでしょ。もう一往復、ここで降ろしてもう帰るよ、燃料がないから。あー、しかもヘルリウムがちょっともう来ちゃってる来たからね、結構敵が来てるんだよね。そしてね、ヘルボルトのブレイクゲージももうたまりますね。どうしよう、大苦戦ですね。ロケット砲攻撃されてるし、対空戦車攻撃。ビリーにしたのはこのロケット砲でね、ヘルリウムを撃つためなんだけど。22% か、厳しいな。とりあえずこいつ無視しようか、このターンは。防衛するのに必死だ。おい、攻撃して、これも下がろう。どうしよう、対空戦車やっつけれない。もう一丁ここでロケット砲作ろう。これちょっと一旦退却しようか、いっぺんに攻撃したいよね。いやー参った、これもヘルリウムか、マジか。ちょっと攻撃しよう。あ、26%、歩兵結構ヘルリウムにいけるんすね。先制攻撃、前へ前へ行く。ナイス。さらに歩兵作ろうか、歩兵でちょっと壁を作る。敵の歩兵は早めにやっつける。そうすれば占領はされないからね。こんな感じか。ここも歩兵作るか。全財産使いました。いやー大苦戦ですね。スペシャルブレイクしてもよかったけどな。あー、たまりましたね、ブレイクゲージ。ロケット砲がやられるでしょうね、これ。デモリションボルト、やっぱり来たー。ロケット砲が3つともやられた。え、占領された？嘘、ボロクソやられてるさあ山本先生、マニュアル操作はできないみたいだから頼むからやってくれ。いやいや、スペシャルブレイク、これおかしいでしょ。バズーカ兵を街からのけてからスペシャルブレイクしないと。新たにバズーカ兵呼べないじゃないか。あー、もう終わり？これはダメだね、山本先生、ダメだ。
あの、だいたい港のところを取れてないのがね、問題ですよね。いや、それでも最後クリアすればいいんだ、ギリギリで。今まで数々のギリギリクリアをしてきましたからね。残り14日。ここ占領されちゃったよ、空港。マジか。破壊したけど空港でなんか作られるとやばいよこれ。あ、届かない。マジか。これも失敗だよね。両サイドを先に占領するべきでしたね。真ん中の町を取るよりも大失敗だこれ。ヘルリーム近づいてきてる。そして最後には輸送ヘリ余るというねなんとも効率が悪い。さあ、デモリションボルトされちゃったけどどうする。これ占領しようとしてるぞちょっと待てよ、ロケット砲で撃つか。うい、むしろここでのね、あの上画面にこう送り込んだ方が良かったのかもな。ロケット砲とかなんかをね。まあ一度失敗して経験になるんだよね。くぅ、輸送車倒してる場合じゃないよね。どうしよう、対空戦車にいいようにやられてるぞこれ。こいつロケット砲にこだわるあまり戦車を作らなかったというね厳しいな。ビリーの良さを生かしたい。自走砲作れ、もう自走砲。もう大混乱ですよ大混乱終了。もう次自走砲作ったから、あれしよう。あー、ダメだ。ロケット砲より先に自走砲をたくさん作るべきだったのか。あー、自慢のロケット砲が全滅。諦めるな。山本先生を頼むから、あの戦艦かなんか作ってくれ早くあのクリスタル、ブラッククリスタルを倒しに行けよなぜ行かない、意味がわからないんだけどもう嫌になるね。敵全滅で終了になるのかな。ほらまたなんだこれ。もう怒りのスペシャルブレイクだ。やられっぱなしってわけにもいかねえ。ワールドワイドスナイパー、かっこいい名前ですねワールドワイドスナイパーで射撃範囲が、うい、撃て。ワールドワイドスナイプ、ふう、ヘルリーム攻撃。どんどん攻撃。ワールドワイドスナイプ、ナイス。対空戦車には勝てないよね、歩兵では。でもみんなで行きゃ勝てるんじゃないか
全員で取り囲め。歩兵の恐ろしさを見せてやれ。しつこい攻撃。さあでも懲りずにロケット砲作ろうか、実装砲作ろうか。実装砲、戦闘ヘリ作られた、最悪だ。あ、 10% だって、マジか、倒せねえじゃんこれ、最悪。こっちに避けるしかないね、知恵を絞って。輸送ヘリでおびき寄せようか。まあいったな、やばい、戦闘ヘリ大量生産に入った、もう最悪だ。こっちも戦闘機呼ぶしかないのか、もう最悪ですね。合流、なんとか司令塔だけは取ろう。これ12日、全然糸口がつかめん。やっと1個破壊してくれた。ブラックストーン撃破、バリアフィールドの施設も制圧完了しました。よし、これで1つのコアはいつも通りダメージを与えられるはず。なるほどね。右側のところだけ攻撃できるんだ。もうでも残り11日しかないぞ。ここが攻撃できるようになったのかな。そこまでたどり着けへんし完全に作戦は失敗しております。でここね、こっちね、空港を取れたんですけど、ヘルリウムにのさばられてるし、作れないし、もう。これ、爆撃機を攻撃すれば、またね、前回のマップみたいにうまくいくんでしょうね。イーグルの方がいいかな。もう戦意喪失ですよ、これ。逆に送り込もうか。よし、送り込め。ロケット砲とか、みんな、山本先生の帰りをね、待つんですよ、もう。もうちょっと半分やけになってる。送り込め。そして新型戦車とか作っていこうか。グレートタンクもいいね。グレートタンク作っても本当はね、ここを全部マッチ占領したらバブリーな攻撃ができるはずなんだよね。ここの工場を占領すればいいとかね、それでもありだよね。よし、それ行こう。これも送り込むっていうね。占領のための兵士たちを送り込むという。このヘルリウムの壁を避けて、みんな進軍開始だ。もう山本先生待ってられない。守備はそんなにいらないですよ。うん、装備とかも送り込め、もう早くやっつけてくれ。あとは強いね、舞台だけで。
これ全然餌にならなかったね、この輸送ヘリ。もう参ったわ。山本先生、早く爆撃機とあれを作って、戦艦とか。真ん中のクリスタル破壊しに行けよ先生。先生行っちゃえ。よし、潜水艦倒した。もうちょっとだ。戦闘ヘリも爆撃機も向かってる。行っちゃってください先生。あと3、4ターンかかりそうだな先生。遅いよ山本先生。なんだ、パワーオブシティやられてるよ。まあ大丈夫だね、関係ないね。さあ、そして我が軍ボロボロ、そして突撃部隊もほぼ全滅。あ、対空戦車作られた。きゅー、厳しい。そしてこの戦闘ヘリ倒せませんまあほぼね、街を取れば収入アップというね。この司令塔を取れなかったのはかなり痛いですけど、まあ作戦は失敗ですけど、ランダ戦に持ち込みたいと思います。残り9日。あ、またブレイクゲージ溜まってるな。一体どうなるんでしょうか。負ける可能性大。でも最後まで諦めずに行きたいと思います。それではまた、さよなら。